皆さんこんにちは。参議院議員の足立俊之です。今日は新東名のですね、川西工事の現場に来させていただきました。この現場はですね、トンネルがあり、盛り土の工事があり、山カットがあり、大変大規模な工事で構成されています。こんな大きな現場ですから、いろいろご苦労されているところがあろうかと思いますけれども、倉重さん、清水建設の倉重さんの方から、その辺の説明をお願いします。はい、清水建設倉重です。この現場、非常にご説明あった通り非常に規模が大きな現場になっておりますので、まあ、ICT をフル活用して生産性向上に取り組んでおります。まあ、国交省さんがですね、まあ、アイコンストラクションということで進められている流れを組みまして、発注者であるネクスコさんと一緒になってですね、アイコンストラクションを進めております。で、測量、設計、施工、検査、納品っていう一連の過程で3次元を活用しながらですね、最新技術を活用して生産性向上に努めている現場でございます。はい、ありがとうございます。まあ、そういう本当にダイナミックな現場で、こんなところで働けて羨ましいなと僕なんか思います。中川さんは土木の技術者だと聞きますけれども、こういったところの現場に来てどんな思いをされているのか、それからまあ女性として、こういう現場でですね、頑張るにはいろいろ配慮していただかないといけないようなこともあるんだと思いますけれども、その辺でこんなことをやってもらってるんだというようなことがあればですね、お話しいただければと思います。よろしくお願いします。はい、清水建設の中川です。私は川西工事で ICT 担当として仕事をしております。川西工事ではですね、 ICT をフル活用することで現場の生産性向上だけではなくて、より多様な人材が働ける可能性というものを模索しております。そういった中でですね、女性だけでなく、もっともっと多様な人材が建設業に興味を持って参入していただけるようにできることが私たちの仕事かなと思っております。また川西工事では女性用のトイレや休憩所など設備もすごく整えていただいてますので、女性の私でも気持ちよく働くことができています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。とても分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。まあ、こういう大きな現場ですけれども、事業主体のネクスコ中日本さんではいろいろまたご苦労されているところがあると思いますけれども、その辺、ぜひ井原さんの方からお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。ネクスコ中日本秦野工事事務所の井原と申します。私ども新東名高速道路の新秦野インターチェンジから新御殿場インターチェンジの建設を行っております。残る新東名の開通に向けまして、何よりも安全に着実に進めていきたいと思っております。引き続きご支援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。大変ダイナミックな魅力的な現場だなというふうに思いました。一日も早くですね、ここを自分で車を運転して通れるようになりたいなというふうに思います。期待してますので、皆さん頑張って早期完成に向けて頑張っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。